バンガーズマッシュ、別名ソーセージズマッシュあるいはソーセージズマッシュとは、イギリスやアイルランドの伝統的な料理で、マッシュポテトと一緒にソーセージを出すものである。イギリス料理、アイルランド料理の中でも、非常に広く食べられている料理で、ブリテン諸島における、庶民的な食事の代表と言われている。グリーンピースを添えた、バンガーズマッシュ豚肉、羊肉、 牛肉などから作られる様々な味のソーセージを使うが特にカンバーランドソーセージが代表的であるソーセージは油を用いてフライパンかオーブンで焼くこれにマッシュポテトを添えるオニオングレービーフライドオニオングリーンピースなどをつけることもあるバンガーズマッシュは自宅で作られることもあるもののパブフードの定番と考えられておりつまりたくさんの量を比較的 素早く簡単に作ることができる。ソーセージやマッシュポテトのフレーバーなどにこだわった高級志向のものもあり、ガストロパブなどで供されている。玉ねぎを添えたバンガーズマッシュソーセージを意味するバンガーズという言葉は時として第二次世界大戦に起源があると言われることがあるが、実際にはこの言葉は少なくとも1919 19年頃には使用されていたことがわかっている。 バングという語は、大きなバンという音を立てて破裂することを意味する動詞である。バンガーズという言葉はイギリスでは普通に使われており、食肉が不足していた第一次世界大戦の頃に作られていたソーセージがあまりにも水っぽかったため、調理中に加熱すると破裂しやすかったという事実に起因すると考えられる。ありがとうございます。